とあるものを、使った、練習、これあればもう基本何でもできます。はい、こんにちは。RWS トリブー塾のカムラです。今回なんですけど、とあるものを、使った、練習方法を、紹介していきたいと思うんですけど、今コロナウイルスの影響で、外に出て、練習するっていうのがなかなか難しいと思うので、ご自宅でもできて、で、なおかつ、外でももちろん、できる練習メニューを、紹介していきたいと思います。で、そのとあるものなんですけど、そう、今持ってる、このペットボトル。多分もう本当にスーパーとかコンビニ行けばもうどこにでもあると思うんですけど、そのペットボトルを使います。で、今回ね、これ僕ペットボトル市販のもの買ったんですけど、全然飲み終わった後のゴミで大丈夫です。で、そのペットボトル、空いたペットボトルに水道水とか入れて、で、こんな感じで中に水が入った状態のものを用意すれば、すぐにできます。でね、ペットボトルで練習何ができるんだっていう感じの思う人もいると思うんですけど、今回ね、僕ね、ペットボトル、水が入ったものを、4本用意しました。これあれば、もう基本何でもできます。で、今回このペットボトルね、だいたい3、4本あれば、すぐに始められる、練習方法、紹介していくんで、ぜひ、練習してね、チャレンジしてみてください。で、今から、紹介する練習メニューは、基本的に練習メニューっていうか、ただペットボトルを使っただけなんですけど、これは実際に僕が中学生の頃に、やっていた練習方法です。ペットボトル3本で今やるんですけど、こういう感じで、適当に置いてもらって、これで、マーカードリブルをするっていう感じですね。で、ペットボトル、今3本、こういう感じで並べてもらって、で、これを、本当に、マーカードリブルと一緒ですね。ダブルタッチとか、ここでダブルタッチ、ダブルタッチ、ダブルタッチ。とか、以前 YouTube で、紹介させてもらった動画なんですけど、ロールしてインサイド、ロールしてインサイド。とか、本当にこういう練習をペットボトルでやると意味があります。はい。で、ペットボトルでやると、どういう意味があるのか。って言いますと、例えばこれね、普段ね、マーカーとか、赤コーンとかで、やると思うんですけど、このペットボトルって、これ当たり前なんですけど、ボールが当たると倒れますよね。これ倒れて、で、直すときに、よいしょってやって、これまず直しますよね。これ当たり前ですよ。でも、これがマーカーとかコーンだと、当たっても少しずれるだけなんですよ。でも、このペットボトルは、ちょっと本当にちょっと当たると倒れちゃう。で、僕はこの中学生の頃実際にやってたんですけど、この直す動作がめんどくさいんですよ。もちろん人間だからめちゃくちゃめんどくさくて、だから倒さないように集中してやろうってことで、僕はずっとマーカーの代わりにペットボトルを使ってました。で、先ほど、マーカー練習みたいな感じでやってもいいって言ったんですけど、今ねペットボトル5本あるので、5本全部使って、こういう感じでね、適当に置いてもらって、こういう感じで適当に置いてもらって、これをただかわすだけでもかなり練習になります。こうやってペットボトルの間を、で、開けちゃったらすぐ直す。で、またスタート、すぐスタート。で、倒さないように、ずっと倒さないように、ずっと倒さないように、こうやってペットボトルで、開けちゃったらまたすぐ直すっていうのを、繰り返すだけでも、これかなり疲れますね。これ自由にドリブルした中でもペットボトル相手に必ずね、倒したら必ず直す、これの繰り返し、かなり疲れます。で、今紹介した、こういうね、自由にフリードリブルするとか、先ほどの、マーカードリブルの、マーカーの代わり、コーンの代わりにペットボトルを使っても、面白いよっていう、練習方法なんですけど、ペットボトルが3本ぐらいあれば、ダブルタッチの練習にもなるんですけど、ダブルタッチって、横幅すごい大事で、この幅動かすときに、ここの幅ですか、ここの横幅がめちゃくちゃ大事なんですけど、これは本当におすすめの練習方法で、ペットボトルからペットボトルまでを移動する。次は、こっちからこっちに移動する。で、またこっちからこっちに移動する。これをずっと繰り返すと、ダブルタッチ本当に上手くなります。これはめちゃくちゃ使えます。
で、ちょっと慣れてきたら、ここの幅、ここの横幅をちょっと広げて、ダブルタッチを、もうよりね、よりダブルタッチの横幅を大きくできるように。ペットボトルからペットボトルまでを横幅大きく、早く正確にできるようになるまで、これを繰り返してください。はい。で、まあ今ね、まあペットボトル、まあ使った練習方法、まあ紹介していったんですけど、まあ自宅に、まあこういうスペースがないとか、例えばペットボトルね、飲み終わっちゃった後でも使えるんですよ。これ、もし、まあこれ入ってるんですけど、もしこうやって飲み終わっちゃって、これキャップ、このペットボトルのキャップだけでも練習になります。で、このね、まあ、ペットボトルのね、キャップでね、まあ、練習できるわけがないと思うんですけど、意外とこれが練習になります。で、このキャップを使った練習方法なんですけど、で、これ多分水の、まあ、キャップでかなり軽いと思うんですけど、これを投げて足でトラップ練習ですね。足でこうやって押さえる。あ、ちょっとミスった。投げて足で乗っけるって感じですね。ちょっと難しい。投げて乗せる。ちょっとこれ成功できるまでちょっと早送りします。投げて乗せる、こういう感じですね。こういう感じでちょっと見えるか分かんないですけど、足の上に、まあ、ペットボトルのキャップがこうやって乗ってる状態ですね。で、これ何がこれ使えるかっていうと、例えばサッカーボールでやった時に、上に上がってるボールに対して、上に上がってるボールに対して、今の触った位置、ペットボトルのキャップを乗せた位置でトラップすると、エンジェルタッチですね。エンジェルタッチのようなトラップができるので、ピタリと止めることができます。で、まあ今やったね、ペットボトルのキャップ、この蓋を乗せるのは、これかなり難しいので、まあ、これはね、まあ何回も繰り返し練習重ねて、これ僕も全然できないんで、全然できないので、気楽に、チャレンジしてみてください。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、こちらのね、ペットボトルを使った練習方法を紹介させてもらったんですけど、本当にペットボトルは、本当にどこにでもあると思うし、例えば今、ご自宅で飲み終わった後、空いたペットボトルって多分ゴミ箱とかにあったりすると思うので、まあ、ゴミ捨てね、まだ出さずに、キャップ、まあ、もし外してなければ、そこに水を入れて、まあこうやってね、閉めるだけでね、まあマーカーとかコーンの代わりになるので、まあ家の中でもまあ練習できるっていう感じです。で、まあ最初言ったように、このペットボトル使った練習は、外でもできます。僕は実際に中学生の頃、外でペットボトル、まあ5、6本並べて、マーカーの代わりに、練習してたので、かなりね、集中力が高まるので、非常におすすめです。遊び感覚でね、ぜひチャレンジしてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。